州の野口さん1個目ありがとう。こんばんは。だるまありがちょう。こんばんは。ハートありがとう。生誕祭おめでとうございますわ。私じゃないか言う人間違ってんね。うん、暗い話からのために今週お仕事頑張ります。ファイティーンファイティーン。こんばんは。ギフトありがとうございます。ザミ4本4本ヘア。最近ベレー帽をかぶってきてなかったのでねそう最近タンポポ制服中盤の衣装の時に、そう普通に暑い、ベレー帽かぶると暑いっていうのもあるんですけどそう、最近ベレー帽かぶってなかったので久しぶりにかぶらんとなとか思ってで、あとみんなに取られちゃいますから、私のベレーがかぶれる髪型にしてみました。どうでしたか。前髪がちょっと伸びちゃいましたね。伸びて、まあ、これぐらいが普通なんだと思うんですけど、私的にはちょっと視界に前髪が入ってくるようになったので、ちょっと切らないとこれぐらい普通かな。フォローしました。ありがとうございます。ありがとうございます。K-POP 感ある？やっぱ三つ編みはちょっとね、崩れやすい髪の毛。ボサボサになりやすいのでちょっとあれですけど、可愛いです。可愛いですね。ハートありがとう。花だれ公園雨まで見ました。ありがとう。今日のが DMM やけどありがとう。こんばんは。東京から越してきたイケちゃん新規の女子がめっちゃがいな。本当本当ですか。こんばんは。うんうんうん。やっぱゲワントが落ち着きますね。東京の会場、広い会場でやったけど、逆に香川は下番というよりもちょっと狭い会場だったんですけど、やっぱなんやかんや下番とかいっちゃんいいですね落ち着き空間。
無力よかった嬉しい。安定メンツですもんね、やっぱ池田愛子安定のメンツだろうだ。いいよね、ギフトありがとう。こんばんは。久々に4対2人疲れたお疲れんこん、お疲れんこんこんこん。なんか池の舞台でやってたゲバントの段みたいなやらんのかね、なんかやってなかったあのツイート見たんやけど、ゲバントもなんかこう一直線やけど後ろまでこうやれば段にできるみたいなあれやらないんですかね。短期をね、座席が減ってしまう。なるほどね、うんうん、そういうこと。ハートありがとう。にゃん、久々に事務所に行ったのでもう持って帰りました。プレゼント、あとありがとう。あーブルーライブね、確かに一直線、一直線会場ばっかりや。まあエディオンはまあステージが高いからあれやけど、エディオンも一直線ですね全部やっけ。ハートありがとう。後ろだってこっちから見えんもん、後ろの人のペンライトの色はわかるけど、顔がかぶってて前の人あそこで一番後ろの人ピンク振っとるけど、ちょっと顔が見えから見えてないんやろうなとは思う。ゲストありがちゃん、ありがとうございます。ゲーのハートしてルームフォローお願いします。お願いします。じゃあもう紹介しようかな。なんとなくもうメイクしながら見ちゃいました。もうなのでファーストリアクションではないんですけどファーストリアクションではないんですけど届いてた。もう紹介します。誕生日プレゼントですよね多分。皆さんありがとうございます。まず生誕ピンこちらです。今年の生誕日こちらです。そうこれ、ね、今年親が買ってなかったんですよ生誕ティーを。え、買うの忘れてたって言っていました。えって感じなんですけど、じゃじゃーん、もうすでにね、公園とかに来てきてくれている人も
何人か見たんですけど、ぴゃーん、今年はグレーにしました。このグレーピンク、グレーにピンクの配色にハマりまして、あ、これもなんですけど、これは普通にアディダスです。グレージュにピンク T シャツにハマりまして、じゃーん、この色にしました。私のね、私のブームが分かるような T シャツにしてました。去年はティファニーブルーにハマったのでティファニーブルーリボンがついた女の子を描いたんですけど、今年はじゃーん、グレー×ピンクに、まあ青をちょっと入れてみました。これね、可愛すぎると思うので、生誕祭の時に絶対着てきてください。生誕ティーはね、普段普段使いするものではありませんからね。じゃん、ちゃんとおたかつするときに着てきてください。普通に可愛くね、可愛いわかわいいですね。よっこらしょ、いいデザインです。ありがとうございます、ありがとうございますそうだよ、ちゃんとありかん、非公式、非公式違うな、公式ではあるけど、どこともコラボしてないありかんですからね。これアリコム、アリサカンパニーの略です。アリコム、ここはイニシャル MA。一応アリサカンパニーの商品となってますじゃじゃん、じゃじゃん、まあね、二十歳とかは入れてないのであれなんですけど、普通にアリサカンパニーの商品として、生誕ティー、生誕ティーすぎるやん、年齢書いたら、なんかね、二十歳の生誕祭の時のやつだな、そういうなんか記念日っぽい方がいい方は白ペンとかで書いてください、二十歳はい、二十イヤーオールドみたいな自分で書いてください私はあんま生誕ティーっていうよりかは、なんかアリサカンパニーの一つの商品みたいな感じにしたかったので、年齢は入れていません。よろしくお願いします。はい、記念日っぽい感じの欲しい人は自分で書いておいてくださいよろしくお願いします。ではどれから行こう、じゃん、この青いプレゼントから、これはあら、ちょっと待ってよ、あら、手紙まで可愛い。これはひろたんたんからいただきました。手紙のやつマジ可愛い、おしゃれ、ありがとうございます。ひろたんたんですね、からいただきました。まずはこれ、合格します。え、これすごい、五角
系の何ウス何でしたっけこれ奇変ちょっと読めないんですけどすごい合格します、嬉しい、これ大事やな、縁起物、え、これこうやって飾っとけばいい、メッセージ貼ってってこと、ん、なんかでかこうやって貼っとけば貼っとけばいいじゃないこうやって飾っとったらいいかな、すごい嬉しい、合格したいものがあるんですよ嬉しい、日本酒用、え、あ、これ飲むやつなんそうなん、すごい、ありがとうございます、縁起物嬉しい、続きましてこれと、あ、キーホルダー、これかわいい、スヌーピー、スヌーピーちゃんの、これなんか知っとる鍵のやつよね、キー、こうここに鍵つけてさ、あのこうカバンにはせるみたいな、カバンにこうしとったらのやつだよね、知ってる、嬉しい、これお高いんですよお高いよね、アイさんもなんかえ可愛いと思って買おうかしたんですけど、にしては高くねと思って、そうやめたんですよ、嬉しい、ありがとうございます、可愛い、ルニチャビバッグとかにもつけても可愛いありがとうございます、じゃじゃーん、嬉しい、続きましてこちら、こちらももうね開けちゃったんですけど、すいません、あのファーストリアクションじゃなくてもうねメイクしながらね見ちゃいました、すいません、たらー、これはさ、なんで2個あるんだろう、かわいい、ちゃらー、お花ー、黒ピンクの、すごい、ありがとうございます、これはこうやって飾ったらいいの、黒い箱と白い箱と、かわいい、こうやってこうやってあれ、すごい、ちょっともう飾るわ、どう、なんかこれがさ、どうしよう、なんかどうしようって感じ自分ここに貼っとくの気まずいしな、これなんかどうしよう、どうですか、飾ります、ありがとうございます、んでラスト、あ、これもなんかすごいやつだったよね、じゃじゃん、じゃ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 ん、リボンを動かして戻って、
ャラーン、これもすごい。ハッピーバースデー、ひひらがなのひですか、すごい、これかわいい。出さん方がいいかな、どう出すべきだよね。え、これマジかわいい、どうしよう、なんかどうしよう、なんか何ここに飾りたいの、え、ちょっと待ってくださいね、そうヒロさんとの家、あ、そういうこと、そうし、そういうことにしよう、飾っちゃいます、よいしょ、どこ、ポジション的にはどこだと思いますか、上、下にしよっかな、いや上だな、こことかです、ずれてる、お、いいんちゃう、めちゃいいじゃん、華やかになりました、花花ならぬ嬉しい、かわいい、ありがとうございます、オブジェパチパチパチ、めっちゃよくね、ありがとうございます、ここら辺が寂しいよね、いつも思うけど、クマここじゃないね、こっちだな、こことか、どう、バランス的には良くない、 OK、 以上ひろたんたんからでした、ありがとうございます、嬉しい、おおっとっとっと、あとはこれにメッセージ書いて飾りますね、これもうつ、うすじゃないなんだっけからありがとうございます、よいしょ、よいしょ、 OK、続きまして、よいしょ、こっち、これいきます、じゃーん、かわいい、かわいい紙袋に入っていました、これは見てないな、お、マキさんですね、あ、マキさんからだ、ありがとうございます、手紙は後で、うすうす、ます、ます、よいしょ、ありがとうございます、後でじっくりと読みます、かわいい、アリちゃんって書いてあるかわいい、ありがとうございます、これは何ですか、不思議なものも入ってる、
チケット風すごい。とこちら、じゃらーん、この中にまた箱があってマトリョーシカみたいな、また箱があって、あ、やばい、あ、来た、じゃーん、アクセサリー、間違えたとかある、ありがとうございます、おもろ、いや、じゃらーん、これすごい、え、これ何、どうしたらいいんですか、どうなっ、これ、え、このちっちゃいのは何、どうしたらいいの、ダダン、これは、え、これは何、ミサンガ的な、つけれんよね、これはこれもキーチェーン的な感じが、これつけれる的な的なしか言ってない、なんかすごい、どうしたらいいんだ、これはどうしたらいいんだ、じゃん、これかわいい、リングアイス持ってないんですよね、あんま、やば、待って、ちっちゃいどこにつけるの、正解、うん、人差し指に入んなかった、じゃーん、リングかわいい、ハート、チャームを自由にカスタムできる、なるほどね、どうやってこれ取り付けるん、どっからから外れるん、怖い、なんか怖しそう、付け方またなんか教えてください、これ付けたい、このドーナツまた教えてください、ありがとうございます、こんばんは、じゃーん、箱かわいい、箱かわいい、ありがとうございます、こんばんは、これは小指よ、なんかあんた指太なんか怖い、指太め、ポキポキ鳴らしたから、小指用ですかこれ、入んないんやけどまあいいか、じゃん、リングハートか、かわいい、ありがとうございます、よいしょ、よいしょ、やばい開かんくなったぞ、来た、これもリングじゃなかったりする、ここにつけるやつ、まさかなわけないか、ちょっと難しいな、ありがとうございます、よーい、続きまして、これからいこうか、悪い博士、筆を、筆を、分からん、お祝いするに手ぶらというのも何か足りない気もするので、楽しめるものを送ります
頼んだ覚えはないんですけど。ちょっとどうしましょう。頼んだ覚えは全くないんですけど、じゃあちょっと外来種 T シャツ着ちゃいました。いつもねこれでお話し会来てるんですよね。わざわざピンクにしてくれて。頼んだ覚えはないんですけど。はい、ありがとうございます。どこに着ていくねんこんなの。こんなの作っちゃいけない。すいません。外来種ね、いいよね。どこに着たらええねん、ほんまに。ありがとうございます。お揃いで嬉しいです。違う、これ違う。ありがとうございます。とても嬉しいです。とても良きです。ありがとうございます。外来種 T シャツからのダダーン、打って変わって実用品来ました。ジップロックに入ってるけど。なんでジップロックに入ったん。ちょっとおもろすぎん。上におもろすぎるやろ。なにこれ、誰ですか、ジップロックに入れたのは。すごい商品は、すごいびっくり。リファの櫛届きました。思ってないんですよ。リファ信者なんですけど私。あ、九州のさん。すみません、本当や、ありがとうございます。ジップロックはおもろすぎるけど。これは何ですか、ミーティング。ああ、リファのやつ。え、なこれ。リファのやつの説明書みたいな。そうなんか違うっぽいな。そう、リファ信者なんですよね私。なんかリファじゃないやつも書いてない、これ。カタログありがとうございます。シャワーヘッドもリファ使わせてもろって、ドライヤーもリファ使わせてもろって。これ欲しいです、カッサ。これと、あとアイロンもね、なんか迷ってます。リファお高いんですけど、やっぱアイロンね、サロニア使ってるんですけど、お手頃。みんなサロニアしか勝たんって。サロニア信者なんですけどね、やっぱ染めたしね。アイロンとかもなんかただストレートにするだけの時とかはいいの使った方が髪にいいんじゃないかと思って。リファいいよね。あれどこ、さっきあったの。リファさんのストレートアイロンとか自分に買おうかとか迷ってます。あ、ストレートアイロン書いてないじゃん。巻くやつしか書いてない。フォローしました、ありがとう。リファ、リファいいです。アイロンめちゃいいです。シャワーヘッドもめちゃいいです。アイロンじゃねえわ、ドライヤー。リファのドライヤーしたらマジそれしか使えなくなります。他にもいいやつ、ダイソンとかいっぱいあると思うんやけど、私はリファしか勝たん。なんでかっていうと、うん、まあ一番は美女ですね。美女が良い。じゃーん、美女で
でこう折れ曲がったりしないんですよ。だから収納に困るやんって思うじゃん。したらこういうのがついてきます。ついてくるというか買わないかんないけど、じゃん、こういう透明なのに飾るスタイルなんや。全部リファっていうのアイロンとかもこういうのがあってこう全部飾っていくスタイルなんや。なんか集めたくなります沼です。品質もマジいい。ホテルのアイロンとか使ってみたらもうリファの良さって感じ。はん、萎えるからそうリファにしてちゃんとアイロンするように、あるじゃん、ドライヤーするようになりました。嬉しい、これありがとうございます。串はね、口にあるけど、串はあの一時期流行ったか分からんけど、もうファンの方にたくさんいただいたアベダのアベダパドブラシずっと使ってるんですけど、これも嬉しい。映ってる部屋が気まずい。つっとけないけど嬉しい、かわいい。やっぱリファといったらこのピンクですよね。ハート型のブラシもいいんですけど、嬉しい、ありがとうございます。あとはコームですね。コーム狙ってます。コームいつ買えるようになるんやろリファのコームが私は欲しいです。この前出たばっかり、8月の終わりに出たばっかりコーム、マジで買えない、マジで買えないですね。リファ信者です、ありがとうございます続きまして、あ、最後ですね。最後、これびっくりしましたよ本当に。福王さん、喜んでいただけるか心配ではありますが、ありがとうございます。本当にびっくらポンてかびっくらポンスケって感じで、じゃーん、私の第二の推しのハニ様、ハニ様グッズいただきました。やばい、あげマジあげ、ありがとうございます。本当に一押しは上国料萌様アンジュルムのなんですけど、もう二押しというか次元が違った推しはハニ様です。マジで嬉しい。ニュージーンズのグッズとか広島にあるわけがないから、マジで嬉しいです。ステッカー、防水ステッカー、肌がかぶれる可能性肌につけるのな。じゃーん、これはパワーパフとニュージーンズのコラボしたというかキャラクターですね、ハニちゃんの。じゃーん、とうとうとう、フォローしました、ありがとう。これね、今日マジで可愛すぎてここに飾ってました。ずっと下番棟の水道あるんやけど、楽屋に2個、そこを池田と占領してここにずっと飾ってました。でこれを眺めながら拝みながらメイクしました。今日ちょっと似た似てはないか、オレンジメイクなんで、もうオレンジやめたのでね、似てはないですけど、これを見ながら拝みながら自分とこう比較しながらメイクしました。最高マジで可愛い、ありがとうございます。しかもこれやばいこれやばい、ハングル文字の勉強やばすぎやろこれ、おもろすぎ、ありがとう、かわいい。待って、今開けたからこれしか見てなかったけど、
全員もあるじゃん。ニュージーかわいい、ガチかわいいやん、えぐいって。ニュージーンズ推しです、ファイティーン、ニュージーンズファイティーン、マジでかわいいやん、ありがとうございます。マジでかわいい、顔かわいい、あらな、このかわいすぎる段ボールもちょっとどうしよう、なんか使い道を見出したい。私はニュージーンズのお日様みたいなやつなんだよね、デザイン。かわいい、これのダンボール。なんか宝物入れ宝石入れとかにするわ。これに乗せたりとか、どう？これにアイスを乗せたりとか、どう？いいじゃん。これに入ってたのはじゃじゃーん、ナップサック、ナップサックです。かわいい、修学旅行修学旅行生以来見たわ、ナップサックとか。ガチかわいくない？じゃーん、このガラガラな感じ、えぐい。可愛すぎて写真撮りました。インスタに行くかもしれないです。じゃーん今日の明日写真撮りました。可愛い、ガチで可愛い、ありがとうございます。本当に嬉しい、言ったんだよね、私がお話し会で何が欲しいって言われて、ニュージーンズグッズがいいねって言ったら、本当に届きました、ありがとう。そしてこの中にはてれーん、これは何ですか、お年玉なんか、なんだっけこれ、トレカみたいなやつ、なんかオフオフハニやん、ハニちゃんすっぴんやん、かわいいけどオフやん、すごいレアですね、バチ決めじゃなくて、みんなオフラフな感じの、どれかすごー、このギャップがいいですね、この赤ちゃんみたいなスピンとミックしたらバチゴバチズバチ強、顔が強い、このね透明のグラだサングラスをハニちゃんが多分流行らしたんですけど、このね透明のやつしてる人いっぱいいたけどさ、マジ似合わないこれ似合うのガチすごい、これ難易度高すぎ、かわいい、これもポストカード、これハニちゃん分からんかった、マジ一瞬ダニエルと、この派手色分からんかった、かわいい、と CD、 これ何ですか、 DVD、 すごい嬉しい、初めてグッズゲットしました、これもすごい
写真集的な、これ写真がいっぱい入ってる、写真集的なやつじゃん。スーパーシューン、スーパーシューン、ダラララララララ、かわいいけど全部衣装一緒や全部服一緒やないか。あ、変わった、分かった衣装変わりました。はーい、ちょっと指針かも今日の。ハリちゃん、おやさん真似したんじゃない？おやさんのこと真似したやろ何言うてんねん。ガチで可愛いよ。じゃあオレンジ髪なんか分からんね、誰誰って感じやけど可愛い。じゃん、前髪可愛い。人参、あの踊り子歌った時の思ったけど可愛い。ありがとうございます。うん、なるほど、嬉しい、ありがとう。初めてニュージーンズのグッズをゲットしました。そしてお気に入りは針の人形ガチ可愛いんやけど、ありがとう。パーパフのハニの人形ガチで可愛いありがとうございます。これをなんか LINE のアイコンとかにするしてるんですけどそうぐらい好きなの、可愛いじゃん。よよん、ツインテールでね、可愛すぎる。ハニヤンの人形と写真撮りました。どっかに使います。可愛い、スーパーシャー、スーパーシャー、特徴はゼロ。確かになんかハニちゃんピンクのイメージなかったけど、多分メンバーカラー的なのがピンクだったっぽいから一緒ですから一緒です、おそろです。かわよい、ありがとうございます。本当に天あげ天あげ、もうこれが見えた瞬間になりました。かわいい、この髪型にしようと思ったんだけどね今日またいつかしますこの髪型。お団子してかわいい、この前髪がすごいよね。ちょっとやっては見たんだけどちょっとできんかった。この真ん中に2本しかない
前髪がこんなに似合う人ってなかなかおらんくない？この前髪アットンって感じじゃん。なのに可愛い。やばいよね。普通にやばい。こういう感じ。難しい。こういう感じじゃない？絶対違うよねってなるよね。可愛いだけじゃないんですよ、ニュージーンズは。顔が強いのは大前提の話で、歌とダンスが上手すぎるっていうねのが惹かれた理由です。ありがとうございます。本当に本当に嬉しいです。ありがとう。以上。以上。届いてた分のプレゼントでした。ありがとうございます。ありがとうございます。誕生日プレゼント嬉しいです。あの送ったけどみたいな方おるか。多分届いてたのはで持って帰れるのはこれだったと思います。また追加されてた時にはまた紹介したいと思います。ありがとうございます。王冠のロゴって何？アディダスだよ。アディダスです。このね、セーターティーの方が可愛いので、じゃーん、こちらのセーターティー可愛いので買ってくれた方はぜひともセーター祭に来てきてください。じゃーん、可愛すぎるよね。デザインが可愛すぎる感じにしちゃいましたけど、皆さんおしゃれなので着こなせると思います。かわいよっぴです。ぜひセーター祭にぜひ。まあそんな寒くはないと思うんですけど、ね、肌寒くなったりとかしたら多分これ MA1 のネイビーのやつとかにも合うと思います。 MA1 の中身グレー可愛いと思います。おすすめです。ティアーシャツ、私がデザインしたんですけど当たり前じゃね。可愛いに決まっとるやん。可愛いに決まってないですか？可愛くないの出さないですよ。初訪問ありがとう。来てね、セーター祭で来てね。来てから来てね。 T シャツ買い忘れたっていう方もまあいい、よし、まあよしではないがT シャツ買ってない方もセーター祭来てね。ついにハートがなくなりました。何かない。なんかいつの間にかハートなくなってました。ここについてた。なのでもうお誕生日ピンクコテコテネイル見納めです。もう今週中には買いに行きますね。か
こで亡くなったか分からんのよ。えってなって、ハートありがとう。現地で販売はないですね。生誕、え、生誕って言って現地販売とかある？あったっけ？あるか。ハートありがとう。リージングのグッズにハマっている、ハマってるっていうよりか普通に広島で買えないので、ポップアップとか全部東京じゃないですか。とても嬉しいです、とても嬉しいです。強く強くね。もうちょっとずつなんか出ました。そう、リファのアイロンもいい、欲しいね、が持ってたりリファのカッサ、ハート型のカッサもいいねってさっき思いました。さっきあのカタログ見てリファのカッサは欲しいと思ったし、今日ね、クレドポー下地知ってる？なんかみんな使ってんじゃん、そのメイクレシピみたいな書くやつとか、バズった下地なんですけど、クレドポーっていう濃い紺色みたいなやつのパケのやつ、アイスはなんかブランド縛るみたいな、なんかそのいいって言われてるやつ試したい気持ちもあるけど、やっぱなんかディオールが好きだから、ディオールを愛していたからさ、そっからあんま帰れないみたいな。違うデパコス、プチプラとかだったら違うブランドいっぱい試したりとかできるけど、なんかデパコスをさ、いっぱい違うの試してみるとできんや。これ何がそんないいわけみたいな、何がそんなに違うわけ下地で頑張っとったけど今日メイクさんに借りましてね、そのクレドポー、なんか良かった、悔しい、悔しいけど良かった。なんかいつもより肌が綺麗にできました、なんか悔しい。ディオールとかいっぱいいろんな下地試して、別に下地で変わらんわとか思ってたんですけど、肌のあれなんか良くて感動したので、それも欲しいかも。やっぱみんながいいって言ってるやつはいいわ。なんか池田もそれ使ってて、なんかもうこれ以外使えんよとか言っとって、嘘つけー、下地ぐらいで変わらんわ。どっちかって言ったらファンデーションの方が大事やろとか思っとってたんですけど、マジでよかった。なんか悲しい。なんか普通に買っとけばよかった、ちゃんと流行ってた時に。ちょっと遅いんですけど、そう、物欲出ました。クレドポーの下地は買いたいと思います。素直に買いたいと思います。とても良かったです。ブラボー、ブラボー。そんぐらいかも。コスメ欲しい欲もねなくて、全然リップとかバカみたいに集めてたんですけど、今あるやつをとりあえず使い切ろうとかいう思考になってたりとかしてさ、コスメ買おうとか思ってなかったのに。はい、出会ってしまった。まあなので買いたいと思います。買ってます。買うしかないやんです。
つやみ自分でやるわけないやろ普通に考えて。公園やよ今日は。公園やよ。メイクさんがやったに決まってんやろ。まあこれぐらいだったら自分でもできるけど三つ編みぐらい自分でもできますけど、今日はメイクさんがやってくれました。でも今日美人の良さはクレドポーの下地です。全部それですそれのおかげで、なんか説明はできるんやけどね、なんかね、下地だけ塗った時点でなんか肌が綺麗になって、って感じ。っていう感じで終わった。ショーミーディオールの白くなるやつとか使ってるんですけど、ショーミープチプラでもこれできるぐらいな感じではあるんよ。プチプラの下地でもまあ肌が白くなるぐらいはできるって感じなんやけど、なんかすごくねってなったなので素直に買いたいと思います。よろしくお願いします誰に今日の発見でした。というわけでそろそろ終わります。たくさんプレゼント、素晴らしいセンスのプレゼント皆さんありがとうございます。愛用します。今日からここに飾ったりとか、ニュージーンズのハニ様も飾りたいけど、どこに飾ろう見えるとこに飾るね。ありがとう、本当にありがとう。そして今日は花だれ公園、そらはちゃんのスイッタンスタイル、ありがとうございました。カツホーボもありがとう。ルームフォローもお願いします。なんかコールでっかめでってなんかねファンの人に言ってたらしいんですけど、そらはちゃんその通りでかかったですね。感想はそれです。コールが良かったです。ありがとうございました。ではランキング読みます。13位星三つさん、12位ばあま、まさむねさん、11位アリンコ、10位キズナックさん、9位あやさん、8位そうちゃん、7位コジ、6位キモツンツン、5位マキさん、4位ひろたんたん、3位福岡さん、2位温度の特訓、1位はドゥルルルン、ヤスベさんです。ありがとう、ありがとうございました。明日も頑張っていきましょう。明日もファイティンですそれではおやすみなさい。バイ。